はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファッフィーと申します。今日もゴッドイーターリザレクション続きをやっていきたいと思います。すいませんね、耳がだいぶ戻ってきたのでちょっとしばらくちょっと休ませてもらったんですけど、おかげさまでだいぶ中耳炎までならずに外耳炎でだいぶ炎症も引いてきたので、一応薬もですね、飲み薬がまだちょっと出てますけど、もう炎症は引いてるっていうことだったので、ぼちぼちでやっていきたいと思います。すいませんが皆さんよろしくお願いします。そうですね、全然やってなかったわけじゃなくて、裏では作業やってたんですけど、一応ですね、まだストーリー自体が全くないわけじゃないみたいですね。こんな感じでキークエストというかキーの、ミッション出てるんでですね、すいません、ちょっとコップって言いました、すいません。これやっていきたいと思います。で、キャラクターもそこそこ育てましたね。まだ、なんですか、特殊スキルを覚えてない人も多いんですが、ぼちぼちでやってましたので、そうですね、結構育ってますよね。ちょっとすいませんね、なんかおかしい気がする。違うな。よし、そしたらですね、どうだったかな、まだ育ってない人をメインに持っていきましょうかね。かなり、そうですね、ボリュームを絞ってるからあれか、なんか音漏れで聞こえてるような気がしてたんですね。ちょっとテレビの方の音声出てるのかなと思ったんですけど大丈夫ですね。じゃあですね、大体メインどこはもう、あれか、この辺ダメージカットがまだ育ちきってないぐらいなので、一応連れていきましょうかね。もっと育ってない人も多いんですけど、こうしましょうか。ゲンさんばっかり溜まってますね。どうしようかな、ちょっと方向変えましょうかね。椿さんあたりで行きましょうか。よし。でサリエルなので、とりあえずは、あれですかね、神以外は入ると思うので。で、一応こんな感じで強化してますね。随分、整ってきた感じで。強化に必要な、コアも多少持ってますね、まだ。あと2個予備があるんですけど、この辺はちょっと様子見て使おうかなと思ってまだ触ってません。で武器も多少ですね、多少増えてます。よし、じゃあとりあえず行きましょうかね。なんか久しぶりな感じがしますけど、もうストーリーとかないのかなと思ったんですけどね。進行度が全開放になって終わりかなって思ってたんですけど、ちょっと意外だったですね。あら、これ一体かと思ったら、これは良くないな。ちょっとあれですね、ベノム耐性とかを持ってきておくと良かったかもですね。なんだろう、違うな、こうかな。落ちた、ほら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 、よし、これでサリエルの方は破壊部位は終わったですね。サビエルの
おそらくこれ頭が結構入ってるんじゃないかと思うんですけど、結構もらったな、ありがとう。ちょっとまずはさっさと一体倒したいところですね。相変わらずでもカノンさんを入れるとだいたい吹き飛ぶ回数が増えますよ。あ、まずい。まあでもやっぱあの回復は本当助かりますね。当たってない、外れた。ちょっと危なかったですね今。あ、死んじゃった。ありがとう。すみません。あ、狙われてるな。当たってない。これも当たってない。増えたね。クソ、狙われてんな。クソ、間違えた。クソ、なかなかちょうどいいタイミングで狙われましたね。しつこいな。落ちこい。でもあれですね、あのオートガード慣れちゃうと良くないですね、本当。なんかもう外せなくなりましたね、オートガードが。めちゃくちゃ楽です。知らねえか。 OK、 よし、これで一つ片付きましたね。しちゃったか。赤いところに当てれるとあれなのかな、紙っていうわけじゃなさそうなんですよね。あ、これは当たってますね。で、頭が破壊終わりましたね。出てベロが厄介なんですよね。あ、死んじゃったか。ちょっと雑になってますね。ありがとう、ごめんね。よし、どこ行った。まだ奥ですね。そうですね、活性化中は足が結構入ってますね、こんな感じで。こんな感じでいいのか。いけて、回復しましょう。よし、ほい、いい感じで入りましたね。あ、活性化解けましたね。落ちこないか。これ落ちてくるタイミングもちょっとよく分からなくてですね、あのスタートで落ちてるのかな。
活性化してないときはやっぱりスカートよく入りますよね。外れてますけどこれ。よいしょ。やっぱスカートで落ちてますね。墜落してますよね。終わった。よし。始めますよ。サリエル系もまあ比較的相手はしやすい方だとは思いますね。活性化したときにちょっと丁寧に狙わないとダメージ入れにくいですけど。よいしょ。じゃあ行きましょう。すみません、ね、ちょっと服がまずかったな、これすごくゴリゴリ言う。ちょっと寒くなってきたのでさすがに上着ないと辛いので、どうしてもジャンパー系だとマイクが擦れた時に紐付きのマイクなのでどうしても拾っちゃいますね。お前たちは休憩に入る。あとは私が処理。これで支援効果と、まあ、悩ましいですね。これと任務の効率化は長い目で見ると大事なんです。全体取得にしましょうかね。これは私の仕事だ。黙って見ている。そろそろまたインストールしたいとこですけどね。追加のスキルも。今盾を一応何だったかな、ガード範囲があるの、ガード範囲をつけたのかな。あ違う違う、とりあえず話が進んだのかな。あ次出てますね。なんだこれ、古墳名伝になってますけど、結構キーのやつでこういうのはありますよね。そうですね、ちょっとゆっくりしたいのはしたいですよね。不純な動機ってどんな動機なんだろう。あら、またリンドさんはあれですかね、一緒にいなくなるんですかね。よいしょ。よし、じゃあ続きやっていきましょうかね。14の大回転、なんだろうね。あ、一人ですねこれは。重攻撃は全く効いてない。ちょっと特殊な国務名伝ですか。まあいいかな、これでこのまま行きましょうかね。あそういうミッションなの。そうかい。うわこれちょっと大変だな。これはちょっと回収はやめて速攻で行きましょう。よいしょ。行きましょう。4、5、あ、バッてちゃいました。よいしょ。1、2、3、4、ドンぐらいですかね。回収もあんまりいらない気しますね。強くいいもの出てないですよね。1、2、3、4のドン。 OK。 1、2、3、4のドン。 OK。
いいですね。あとはまだありますね、結構。これもらって引っかかったりすると結構多いのが、この何ですかね、乗ってる最中に攻撃されて引っかかっちゃったりとかします。あ、また2、3、4、よし、あと1本。ジャミング、あ、これいやらしいな。1、2、3、よし、 OK、 大丈夫、間に合う間に合う。あと1体かな。1、2、3、4、6、6、7、 OK、 終わり。ちょっと忙しいミッションだったですけど、まあ無事終わりましたね。これは結構侮れないですよね。なんていうんですか、汎用コア、最終強化で使う素材集めてた時に5分のやつやってたんですけど、なかなか厳しかったですね。だいぶ向きになってやってたんですけど、まあ、あんまりこう安定しなくて諦めましたね。普通に何体か出るやつをやった方が楽だったですね。よし、では特に変わったものは出てなさそうですね。はい、お、行くの、お手伝いですね。あらら、いいですね、この関係も。ソーマも話が分かるようになりましたね。よし、どうかな。ほうほう、ハガコンゴとボルカムランか。ちょっと見てみましょうか。あ、特にはないのか。あ、これ実質でしたね。あれ、入れない。そうか、よいしょ。よし、じゃあ次やっていきましょうかね。14の49。打点はどっちですかね、これ。雷の方ですかね。ぽいですよね。まあ、電撃系の装甲なので、まあ、電撃攻撃してくるってことはそう。あら、あ、待つか。そうですか。ハガンコンゴ、あ、神と火か。あ、それならあれがありますね。なんだったっけ。これもハンマーなんですけど、まあ、いっか。これですね。オートガードつけときましょうか。オートガードはでも一回つけると本当外せないですね。ちょっと気になってるのが、この、今、シールドを使ってるんですけど、これ、
出が結構早いので、これタワーでもいいんじゃないかなと思うんですけどね、このオートガードを使うならですけど、ちょっとそれが気になっててですね、またちょっと試してみたいなとは思うんですけど、では行ってみましょうかね。なんか病院だともう引いてるからあんまり気にしなくていいって言われたんですけど、やっぱちょっとチリチリはしますね耳。一応今日はこれ終わるまでにしましょうかね。そうだね、どっちも硬いけどマンツーで頑張れるかな。ヒット神か。しようかね。途中で入ってこられても嫌なので、ちょっとこっちでやっときましょうか。やっぱ助かりますよね、音側は。他ごとやっててもちゃんと機能してくれるので。一瞬で終わり。入らないのかな。なんかゼロっていうのが意外と多いんですよね、このハガン混合相手の時って。今のもゼロが入ってますよね。よいしょ。 OK。 あーやっちゃった、助かった。わかんないか、引っかかったね。よし、行こう。硬いっすよね、こいつは。ゼロ。仕掛けだぞ。おいよ。あ、さすが、もう麻痺しないのか。ぐらいですよね、入るのちゃんと。オッケー。入らねえ。
じゃない？いいよいいよ。あれだね。バイナーやっぱり。はい、オッケー。まずい、まずい、まずい。クソだろ、勘弁して。よいしょ、ちょっと待って、これでいいか。死ぬじゃん、ダメじゃん。ちょっと待って、俺がやばいんだ。ちょいで。悪く。Thank you。あとはどうなんですけど、ちょっと壊せないだろうなこれ。出て。あ、間違えた。未だにこれやっちゃうな。ダメージ稼げないな。ほいほい、赤とか間に合わない。よいしょ、あ、いいっすなこれ。粘るね。またか。またか。粘るな。まだか、粘るね。破れましたね。もうちょっとだ。よし、OK。しかし、これでも順番で出てくれる分はまだ全然大丈夫ですね。よし、これで回復していきましょう。ちょっと今度は向こうは小型が結構出てたんで、ちょっとカミカミですね。しばらくやってないとやっぱりまた喋れないもんですね。行きましょうかね。国軍名伝が結構いますね。よいしょ。はいはいはい、倒した。1234、あ、4体倒せてますね。強いな。回収だけど先にしちゃいましょうね。こうなると破砕が効くのは盾と、まああれですよね、あの針というかですね。あ、こっち側は、火に変えて、オッケー。びっくりした。下手壊れました。
後ろ足が入らないな。違うか。ここまで。いって。足はちょっとあんまり良くなさそうですね。悪い。ああ良くない。距離感難しいですね。意外と敵とやっちゃった方が当たってるんですけど。よいしょ回復。ですね。しばしはワンチャンある気がしますけど。おお来た。ここだ。ほら。よしこれで壊しましたね。そしてやっちゃった。やった。ありがとう。一発。はい。回復。逃げれないか。あ、まずいまずい。どうしてもこれ一発行きたくなりますね。OK。まずい。全部敵に引っかかってる。よいしょ。何の時だったんですかね。活性化中が足がたくさん入るのかな。なんか後ろ足すごい入ってるタイミングがありましたよね。オッケー、いい感じで入りましたね。活性化中ですね。いや違うな、活性化中が入らないのか。入ってないですよね。これちょっと待ってな。おい、チュチュ。はいはい、あ外れたか。ユン、いただきます。またのお供だ。よっしゃ。ええい。よっしゃ。よ。
ひよこい。オッケー、よしよし。どうだ、俺の目に狂いはないだろ。そこそこ稼いでるあんたにとっても割のここはもうないのか。今日は互いにいい仕事ができたってことで、またよろしく頼むぜ。そんなに進行がある感じじゃないですね。外れた。よし、じゃあ戻りましょう。まあ全体取得 AP でいいですかね。お前たちは休憩に入る、あとは私が処理する。よし、なんかでもあんまり激しく話が動きそうな雰囲気はやっぱりないんですけど、まだでもやっぱキーが出ますからね。どうかな、なんかミッション出そうですね。これは頑張ってんね。いろいろ考えてますね。まあアマテラスがいるのかよっていうのが次みたいですね。まあちょっと今日はここまでにしましょう。ちょっと早いですけど、一応まだちょっと様子見ながらやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい、じゃあちょっともやっとした感じの、展開でしたが、まあぼっちぼっちでやっていきたいと思いますので、またよかったら見に来てみてください。ありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で、ちょっと早いですが失礼いたします。はい、じゃあまたです。はい、終了ですね。バイバイ。